はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回からですね、オーダーオブバトルワールドウォー2、こちらのプレイを始めていきたいと思います。で、一応言語はですね、デフォルトでは日本語は追加されていないんですけども、ちょっとファイルを書き換えてあげると、一部のキャンペーンモードは日本語に対応できるということなので、今日本語の方で表示をさせていただいています。で、日本語化できるシナリオ、実は少ないみたいで、日本のシナリオ、ライジングサンっていうね、シナリオは日本語化できるようなので、今回はね、そのライジングサンをやっていきたいと思います。で、タイトル通りですね、第二次世界大戦のものになるんですけども、一部のイベントに関しては、今ちょうど画面の下の方ですね、ハワイ真珠湾というふうに出ていて、日本語化できているんですけども、一方キャンペーンイベント、イベント00タイトルみたいな形で、日本語化することの弊害も一部ありますので、少し煩わしい、見づらい、分かりにくい点もあるかなと思うんですけども、お付き合いの方いただければ嬉しいなというふうに思います。で、プレイをしていく上でのですね、やり方というか進め方というか、そういったものに関してはチュートリアルはプレイをしましたので、皆さんと一緒に進めながら分かる範囲で解説の方も入れていきたいと思います。では早速始めていきましょう。まずハワイ真珠湾、1941年12月、大日本帝国連合艦隊の6隻の空母攻撃部隊からなる機動部隊は、戦闘機と爆撃機を全機発進させました。目標は真珠湾、合衆国太平洋艦隊の根拠地です。ということで、シナリオの方を始めていきます。で、簡単に言うと、こちらのゲームはですね、戦術級のシミュレーションゲームになっています。いわゆるヘックス型っていうんですかね、マス目がマップ上にあって、そのマス目に沿って味方の部隊、陸海空の各部隊を動かして目的を達成していくというゲームになっているので、最近流行りのリアルタイムストラテジーとは少し違うのかなと、じっくり考えながらプレイできるっていう意味では、落ち着いて実況プレイができるのかなというふうには思っています。さて、じゃあ早速ミッションのブリーフィング始めていきましょう。我が軍の攻撃は完全にアメリカを奇襲した。我々の任務はアメリカ太平洋艦隊を叩きのめし、将来の攻勢作戦における脅威を排除することである。主たる攻撃目標は敵の戦艦。これらを撃沈することによって太平洋水域の支配は揺るぎないものとなるであろう。さらなる目標は燃料集積所と飛行場であり、敵の反撃能力を将来にわたって弱めておく。目標のほとんどは真珠湾近辺に集中しているが、同様に島には他にも飛行場がある。今ここに飛行場が見えていますね。敵航空機を地上で素早く破壊することが、我々の航空部隊と奴らと交戦させないために重要。はい、時間が許すならばこれらの場所も叩くべきだと。ここにも飛行場ありますね。我々は全ての目標を達成することは不可能であるから、機関の目標は注意深く選ばねばならないということになっています。奇襲の要素が失われてしまったならば、連合艦隊はこの海域を離れるであろう。大日本帝国に栄光あれということになっています。まず主目標は18ターンの間オアフ島を攻撃で、副次目標ですね、これが全て達成できるわけではなさそうだという5つの項目に分かれています。上から敵航空機を8機破壊、燃料集積所を3カ所破壊、戦艦を3隻破壊、航空ユニット1個より多く失わない、1機も失わないということですね。一機たりとも偵察機を脱出させない、敵の偵察機ですかね。少しね、日本語化している中で訳が「ん?」っていうのもあるかもしれないんですけども、今見ていただいている範囲ではね、
内容は理解できる範囲かなというふうに思っています。では部隊を配備していきましょうか。まずはですね、部隊の配備という意味で言うと、画面の左側、すべての生きているユニットを表示しますというところですね。ここでは冷戦、冷式艦上戦闘機が1、2、さらに97式の艦攻が2機ですね。雷撃機、まあ、魚雷攻撃可能な雷撃機が2機という配備。さらに画面をスクロールすると97式の艦上攻撃機、爆装タイプのものがさらに2機ずつということで、今、計6機体制になってますね。じゃあここに増援を出しましょうか。部隊の購入です。で、部隊の購入をするときにはですね、画面映って右下の方なんですけども、ここに要求ポイントっていうのが出ていると思います。これは戦闘していくとプラスになっていきます。で、今150ですね。で、その横ヘルメットがあるんですが、これが指揮ポイントと呼ばれているもので、この指揮ポイントはそれぞれ陸海空ごとにあります。で、今は空、つまり航空戦力の指揮ポイントが6ある状態なんですね。で、じゃあこの航空指揮ポイント6とこの要求ポイント150を使って戦闘機あるいは爆撃機を配備できるということになります。じゃあ今回はどうしようかな。ちょっとね、このユニット550とかって出ちゃってるのは、さっきお話したように日本語化していく中でわけのわからないことになってしまっているものなんですけども、今だとどうでしょうね。97式の艦攻、あとは99式艦上爆撃機で、戦略爆撃機は三菱の一式陸攻がありますね。どうしようかな、まあ、まずは救難式の艦攻、これ要求ポイント110で指揮ポイント3を使いますけど、これを早速入れますか。というのもね、今回戦艦を3機破壊しなきゃいけないという主目標があるんで、それを達成するために配備していきましょう。で、配備できるところはこのヘクス型のところにね、下矢印が出てますけど、ここに配備できる場所が表示されています。で、もう今要求ポイントが40まで減ってしまったので、一旦これで終わりにしましょう。できることはありません。では戦術フェーズに移行します。で、早速なんですけども、まずは味方の配置を確認しましょう。で、このミニマップを見ると画面の上部にも2機いますね。これは零式艦上戦闘機、まあ、いわゆる零戦ですね。で、ここにおそらく敵の戦闘機がいるよっていうマークが出てますんで、まあ、この敵の戦闘機にまずは当たってみましょうか。ここにドーントレスがいますね。ドーントレス、じゃあこれに対して攻撃を仕掛けるんですが、今マップ上に日本の国旗とアメリカの国旗が出ていて、日本の零式戦闘機、まあ、冷戦が攻撃を仕掛けると2攻撃与えますという状態です。で、じゃあヒットポイントみたいなのはどこにあるのかというと、ちょっと画面を大きくしますね。そうすると画面の、いや、航空機冷戦の下に10と16っていう数字が出てると思うんですけど、10が、まあ、いわゆるヒットポイントです。で、緑の数字の16っていうのは飛行機の燃料が持つターンです。つまり16ターンこの零式戦闘機は飛んでいられますよという状態ですね。一方ドーントレスの方はヒットポイントが6なんですね。じゃあ早速攻撃を仕掛けてみましょう。で、そうするとマイナス2になって、ドーントレスの下の数字が6から4に減ったと思います。これが0になると、まあ、撃墜という感じになりますね。ではもう一機冷戦飛ばします。これも攻撃を仕掛けましょう。で、さっき配備したこれは艦攻ですね。じゃあ艦攻も飛ばしていきましょう。確かどっかに飛行場があったよね。飛行場はありますか。で、飛行場に対しては攻撃を仕掛けましょう。
まあ、爆弾落としたも見えますかね。マイナス2になりました。まあ、敵の基地を制覇してしまおうという、先にね敵の航空戦力を出撃させないように航空基地を叩くという作戦ですね。でもう一つが確かこの辺にありましたよね。ここにもありますね、敵の飛行場が。この飛行場も潰しておきたいですが、その前に敵の戦艦部隊がどこにいるかだな、まあ、ここにいるのは間違いないんですが、ここに向けて、救難式の攻撃機だな。攻撃機はねガンガン飛ばしていきたいよな。ここにいますね、早速。じゃあ敵の真珠湾に展開しているアメリカ太平洋艦隊の戦力見ていきましょうか。まずはですね、戦艦、これはネバダ級の戦艦ですね。で、このネバダ級の戦艦はもう一隻いますね、オクラホマ、うん、この戦艦ともう一隻どっかに戦艦がいるはずなので、まあ、まずは索敵からになりますかね。でちなみにですね、今表示されているこの救難式の艦砲のスペック能力値を見ておくと、まず航空機に対する攻撃3になってます。で目標への効率ダメージはできないと。で一方航空に対する防御が6で、海上戦力、まあ、戦艦等々ですね、あとは駆逐艦とかに対する攻撃力がそれぞれ1、2という形で表示されていて、さらに移動ポイント、これは8マス、8ヘックス移動可能ということですね。で射程はこれも1ヘックスっていう状態で、防御がそれぞれあってっていう形になってます。で、機械化の手段に対する攻撃力、歩兵に対する攻撃力、まあ、それぞれの防御力っていう形で、表示がされています。基本的にはこれらのスペックが各部隊に割り当てられている、各武装ごとに決まった値になっています。これに対あの陣形とか地形とかっていう係数がかかってくる形になります。じゃあ早速雷撃攻撃仕掛けていきますか。ちょっと距離が足りないか。そしたらやめましょう。普通に軽巡洋艦デトロイトに対して攻撃を仕掛けていきましょう。でそうするとね、一応敵から対空攻撃、対空防御の機関銃も撃たれてくるという形にはなります。で敵のターンになりますね、ここからは。敵の海上戦力が本格的に動く前にできる限り敵は叩いておきたいですね。でここにちょっと行き過ぎちゃいましたけど、ドントレスがいるので、このドントレスを撃墜しちゃいましょう。これ撃墜したという形ですね。そしたら、ここにいるのは救難式の艦砲で、ジープが動いているな。このジープ撃墜しておきたいというか叩いておきたいけど、先に敵のやっぱり戦艦が動き出す前に戦艦を叩いておきたいよな。先に進みましょう。ちなみにチュートリアルはプレイしたんですが、
チュートリアル以外はプレイしていないので、このマップとかはもう初めてですね。ここに戦艦がもう1体、もう1隻いますね。カリフォルニア、この3隻の戦艦を撃沈すればいいんだな。この1、2、3。じゃあ早速97式の艦上攻撃機から攻撃をしていきたいけど、今は攻撃ができる状態にないか。そうするとですね、魚雷の発射を行っていきましょう。まあ、まずはここにいるネバダに対して魚雷攻撃を仕掛けていきます。今魚雷を投下して、魚雷が命中してマイナス4になった形ですね。で、そうするとこの97式の艦上攻撃も魚雷を持ってるんで、魚雷を早々に撃ちましょう。これも命中して4に攻撃与えましたね。で、こいつ、この97式の艦艦も魚雷持ってるけど、この魚雷を、駆逐艦にぶつけるのはもったいないので、ちょっと温存しましょうか。で、ここにいる部隊は今どうなんだろう。完全に敵飛行場の制空権は取ってるものの、完全に破壊しきっちゃいましょうか。今3まで減ってますからね。あと2回攻撃しなきゃいけないのか。それでもそうなると、こっちにいる冷戦の戦闘機1機はこの後こっちに回しましょう。ここにもね、飛行場ありますからね。さあ、この真珠湾の攻撃が成功しないことには、ジープが動いたな。ここまで来ましたね、ジープが。さあ、では早速どんどん攻撃していっちゃいましょう。さっき魚雷を温存した飛行機も飛ばしていっちゃいましょう。で、爆弾投下で魚雷攻撃をしたいので近づいて、その上で魚雷をぶっ放したいけど、いやー、魚雷は残したいな、こいつに。ちょっと温存だな、ここも。普通にあれですね、やっぱ銃撃、機銃攻撃だと戦艦に傷はつけられないな。まあ、そりゃそうか。で、冷戦は1個東へと向かわせて、もう1隻は、もう1機は真珠湾の制空権を取りに行きましょう。そろそろね、敵の基地の能力もきっちり取り戻してきた感あるからな。スペシャルイベントが発生します。我々の特殊潜航艇の一隻が敵の戦線をすり抜けて湾口の入り口に接近。
ありましたね、こんな話。ここにいる部隊だな。これをじゃあ差し向けましょう。一刻も早く敵の戦艦撃沈したいからな。でちなみにですね、あの魚雷攻撃を1回した後は魚雷の再装填をしていて、今1って出てると思うんですけど、この魚雷攻撃マークのところに、あと1ターンすれば魚雷攻撃がもう一度可能ですっていう意味になってます。そしたらどうする？しょうがない、もう魚雷攻撃かましちゃいましょうか。魚雷持っててもね、余らせちゃうともったいないから、ちょっと魚雷攻撃を加えて一旦沈めますか。といってもね、今ちょっと魚雷攻撃可能な艦艇がなくなっちゃったんで一旦待ちましょう。こちらの格納庫はあと1回攻撃すれば破壊可能かな。敵の航空機がこちらに向かってきてるな。冷戦を1機しかこの真珠湾の上空に飛ばしてないんで、まともに戦闘になると少し不利になってきますよね、敵の航空基地の攻撃をするにあたっては。と言っていると、スペシャルイベントで第2波ですね、救急式の艦爆、これが到着してます。じゃあこの艦爆を早速真珠湾の方に向かわせましょう。ちょっと戦力的に厳しいかなと思ってたら、タイミングよく艦爆が来園してくれましたね。この艦爆の能力もちょっと見ておきますか。こんな感じですね、まあ、魚雷攻撃はできないものの、拠点攻撃能力がありますね、目標の効率ダメージ、これで敵の飛行場とかが効率よく攻撃できるのかな、まあ、とはいえね、救難式の艦上攻撃爆装タイプですが、これで格納庫を破壊しちゃいましょう。これでここの航空基地は完全に破壊しましたね。そうなるとこっちにもねありますからね、ここも押さえましょう。これで飛行場2つは抑えられるかな。では魚雷攻撃が再び可能になってますので、魚雷攻撃で敵の戦艦を沈めます。これで戦艦1隻撃沈ですね。で特殊潜水艇、これも魚雷攻撃が可能かな。魚雷を発射しちゃいましょう。もう
1で済んだなんだったら魚雷攻撃じゃない。おっと、魚雷攻撃しかも外したな。ちょっとじゃあこの能力も見てみましょうか。いや、魚雷攻撃外したってのは痛いな。このね、魚雷攻撃のためだけにやってきた舞台と言ってもいいからな。そしたらこれで普通に撃沈できないよね。奇襲攻撃じゃ沈まないよな、さすがに戦艦は。魚雷かね、爆弾か投下しないと。で、冷戦の戦闘機ですね、これは。正解任務したいけど、まあ、まずはこの燃料集積所でも破壊しておきますか。確かね、燃料集積所の破壊も副次目標に入ってましたよね。戻ってきたな、戦闘機が。で、ここには敵の戦闘機が現れたという状態だ。航空機の燃料が少なくなってくると、その戦闘機が使えなくなってしまうので、パイロットと航空機を不要に損失しないように戻しましょうという話ですね。そうか、そろそろそういうのを見ていかなきゃダメか。まだ大丈夫だよね。でもこれを見る限り8ターン、10の8なのでヒットポイント10で、あと8ターン飛べてリターンポイントがここなので、まあすぐに戻れるかな。そうすると、じゃあこの航空機撃沈しちゃいましょう。弾切れ、ちょっと攻撃はできない状態になってるな。そしたらこっちの方も見ておきましょうか。こっちの方が心配だよな、どっちかっていうと。遠いからね、リターンポイントまで。残り4ターンぐらいになったらもう帰り始めないと間に合わないかもしれない。こっちの方は大丈夫なのかな。魚雷攻撃が可能な部隊がどうのこうのっていうよりは、今いる戦艦を先に沈めていきましょう。これで戦艦もう一隻撃沈したので、あと一隻になりましたね。この辺は冷戦だな、艦爆ではなく冷戦だな。で、艦爆が後ろに続いてるんだな。これが艦爆ですね。艦爆が届かないかな。よし、マップ的には全て動かしてないね。まだ誰かいるね。冷戦の戦闘機か。ここも地味ではありますけど、少しずつ燃料タンク削っておきましょうか。で、魚雷攻撃、これで全部の戦艦撃沈しましたね。アメリカ太平洋艦隊3隻の戦艦、これで撃沈完了です。はい、というところでちょっと時間が長くなってきましたので、アメリカ軍の3隻の戦艦撃沈と
というところまでプレイを進めて、一旦ここで終わりにして、次回この続き、引き続き真珠湾攻撃プレイの方していきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。